過去にですね、1年以上厚生年金に加入された期間があると、そういう方に対しましては、現在60歳代前半の老齢厚生年金と言われるものが支給されております。で、この60歳代前半の老齢厚生年金なんですけれども、60歳から65歳までの間ですね、生年月日に応じて支給開始年齢がどんどん引き上げられていくと、こういう形になっております。例えばですね、女性の方で昭和33年4月2日から昭和35年4月1日までの間にですね、お生まれになった女性の方であれば、60歳から61歳までの間は年金を受け取っていただくことができないんですね。で、61歳になられた時点で厚生年金の方から報酬比例部分という年金が出ることになります。で、その後ですね、65歳になられた時点で、1階部分は全国民共通の老齢基礎年金、そして2階部分で老齢厚生年金を受け取っていただくと、こういう形になるのが基本です。